俳優の山崎育三郎33とタレントの河北麻友子27が13日東京東宝シネマズ日比谷でゲスト声優を務めたアニメ映画名探偵コナン根性の拳フィスト公開記念挨拶に登壇した。人気漫画名探偵コナン劇場版シリーズの23作目で初の海外が舞台。東宝によると12日に公開されわずか1日で313,000人以上を動員し興行収入4億2000万円を突破。シリーズ最高興行収入91億円超えを記録した前作名探偵コナンゼロの執行人を上回る好スタートを切った。平日にもかかわらず大記録を達成し山崎はすごいことですよねとしみじみ。僕自身どこに出ていたかわからなかったというメールをもらいました。すごく嬉しかったですと周囲の反響に喜んだ。一方河北はスカート部分がシースルー素材になっているドレスに身を包んで登場。美脚ぶりを披露し登壇時には会場から歓声が起こった。大ヒットについてあやかりたい。コナン君のおかげだけどゲスト声優の私たちのおかげと言いたいと笑い飛ばした。また先月20日東京ドームで行われたアスレチックスマリナーズ開幕戦で日米それぞれの国歌を独唱した山崎。もともと野球少年で1996年に発売されたイチローのカードを現在も大切に保管するほどのイチローファンという。君が代読唱中にイチローがスクリーンにアップで映し出されたといい緊張した。呼吸が浅くなってしまい自分としてはうまく歌えなかったと振り返った。